越年岡本かの子作。年末のボーナスを受け取ってかなえが社から帰ろうとした時であった。気分の弾んだ男の社員たちがいつもより騒々しくビルディングの4階にある社から駆け下りていった後、かなえは同僚の女事務員2人と服を着替えて廊下に出た。すると廊下に男の社員が一人だけ残ってブラブラしているのがこの際妙に不審に思えた。しかもかなえが2、3歩階段に近づいた時、その社員はかなえの前にかけてきて、いきなり彼女の左の頬に平手打ちを食わした。あ、かなえはのけぞったまま右へよろめいた。同僚の秋子も磯子もあまりとっさの出来事に目を向いて、その光景をまざまざと見つめているに過ぎなかった。瞬間男は街灯の裾を女たちの前に翻して階段を駆け下りていった。堂島さん、ちょっと待ちなさい。秋子はその男の名を思い出して上から叫んだ。男の女に対する乱暴にも程があるという憤りと、こんな事件を何とかしなければならないという焦った気持ちから、秋子と磯子はちらっとかなえの方の様子を不安そうに伺って、かなえが倒れもせずに打たれた頬を押さえて固くなっているのを見届けてから、急いで堂島の後を追って階段を駆け下りた。しかし堂島はすでに遥か下の1階の手すりのところを滑るように降りていくのを見ては、彼女らは追いつけそうもないので、無茶だ無茶だと興奮して罵りながらかなえのところへ戻ってきた。行ってしまったんですか？いいわ、明日来たら課長さんにも立ち会ってもらって、それこそ許しはしないから。かなえは心持ち赤く腫れ上がった左の頬を涙で光らしながら恨めしそうに唇をピクピク痙攣させてつぶやいた。それがいい。あんた何も堂島さんにこんな目に遭うわけないでしょ。磯子がそう聞いた時、磯子自身ですら悪いことを聞いたものだと思うほど、かなえも明子も不快な、お互いを探り合うような顔つきで目を光らした。まもなくかなえは磯子を睨んで、無論ありませんわ。ただ先週課長さんが男の社員とあまりいらぬ口を聞くなっておっしゃったでしょう。だからあの人の言葉に返事しなかっただけよ、と言った。あら、そう。なら、うんとやっつけてやりなさいよ。私も応援に立つわ。磯子は自分のまずい言い方を今後の態度で補おうとでも言うように力んでみせた。課長が今社に残っているといいんだがな、昼過ぎに帰っちまったわね。秋子は現在かなえの腫れた左の頬を一目課長に見せておきたかった。じゃあ明日のことにして今日は帰りましょう。私少し回り道だけど、かなえさんの方の電車で一緒に行きますわ。秋子がそう言ってくれるので、かなえは青山に家のある秋子に麻布の方へ回ってもらった。しかし殴られた左半面は一時しびれたようになっていたが、電車に乗ると偏頭痛に変わり、その方の目からしきりに涙がこぼれるので、かなえは顔も上げられず秋子とも口が聞けなかった。翌朝かなえが朝飯を食べていると、秋子が立ち寄ってくれた。かなえの顔をちょっと調べてから、まあよかったわね、傷にもならなくて、と慰めた。だがかなえには不満だった。でもね、昨夜は口惜しいのと頭痛でよく眠られなかったのよ。二人は電車に乗った。かなえは今
課長室で堂島を向こうに回して言い争う自分を想像すると、いつしか体が震えそうになるので、それを紛らすために窓の外に顔を向けてばかりいた。磯子も車で家内の来るのを待ち受けていた。彼女は自分たちの職場である整理室から男の社員たちのいる大事務所の方へ堂島の出勤をたびたび見に行ってくれた。もう10時にもなるのに堂島は現れないのよ。磯子はじれったそうに口をとがらせて家内に言った。明子はそれを聞くと、今課長来ているから、とにかく話しておいたらどう。どこかへ出かけちまったら困るからね。と注意した。家内はできるだけ気を落ち着けて二人の報告や注意を参考にして進退を考えていたが、思い切って課長室へ入っていった。そこで意外なことを課長から聞かされた。それは堂島が昨夜のうちに速達で退社届を送って起こしたということであった。テーブルにまだあるその届け書きも見せてくれた。そんな男とは思わなかったがな。実に卑劣気回るね。社の方もボーナスをもらって辞めたのだしね。それに、住所目下移転中と書いてあるだろう。何から何までずらかろうという態度だね。君も殴られっぱなしでは気が済まないだろうから、一つ懲らしめのために訴えてやるか。誰かに聞けばすぐ移転先はわかるだろう。課長も驚いて膝を乗り出した。そしてもうすでに地腫れも引いて白地色につやつやした家内の左の頬をじっと見て、あとは残っておらんけれどと言った。家内は一応考えてみましてからと一旦整理室へ引き取った。待ち受けていた明子と磯子に堂島の社を辞めたことを話すと、いまいましいね、どうしましょう。磯子は床を蹴って男のように拳で脇のテーブルの上を叩いた。ふーん、計画的だったんだね。何か私たちや社に対して変な恨みでも持っていて、それをあんたに向かって晴らしたのかもしれませんね。明子もしかめた顔をかなえの方に突き出して意見を述べた。二人の憤慨とは反対に、かなえはヘタヘタと自分の椅子に腰掛けて息をついた。今となってはたやすく仕返しのできがたい口調しさが、硬い鉄の棒のようになって胸に突っ張った苦しさだった。かなえは昼飯の時間が来ても明子に注いでもらったお茶を飲んだだけで持参した弁当も食べなかった。どうするつもり？と明子が心配して尋ねると、堂島のいた机のあたりの人に様子を聞いてくると言って、かなえは少々と立っていった。宅食会社の大事務所にはテーブルが一見縦横乱雑に並び、帳面立ての上にまで寄港した各船舶から寄せられた多数の複雑な報告書が渦高く載っている。四隅に置いたストーブの暖かさで30数名の男の社員たちは一様に上着を脱いでシャツの袖口をまくり上げ、年内の書類および帳簿調べに忙しかった。かなえはそのテーブルの間をすり抜けて、堂島が勝って向かっていたテーブルの前へ行った。そのテーブルの右隣が山岸という堂島とよく連れ立って帰っていく青年だった。かなえは早速彼に聞いてみた。堂島さんが社を辞めたってね。ああ、そうか。道理で今日来なかったんだな。前々から辞める辞めるって言ってたよ。どこか
品川の方にいい電気会社の口があるってね。すると他の社員が聞きつけて口を挟んだ。本当かい。うまいことしたな。あいつは頭がよくって何でもはっきり割り切ろうとしていたからな。そうだ、ここのように純粋の軍需品会社でもなく平和になればまた早速に不況になる恐れのあるような会社は見込みがないって言ってたよ。山岸は辺りへ聞こえよがしに行った。彼も不満を持っているらしかった。あの人は今度どこへ引っ越したの？金井はそれとなく堂島の住所を聞き出しにかかった。だが山岸はちょっと消せないという顔つきをして金井の顔を眺めたが、すぐニヤニヤして笑い出して、おや、堂島の住所が知りたいのかい？こりゃ一杯おごりものだぞ。いえ、そんなことじゃないのよ。あんたあの人と親友じゃないの？金井は二人の間柄をまず知りたかった。親友じゃないが、銀座一緒に飲みに行ってね、夜遅くまで騒いで歩いたことは以前あったよ。それなら、新しい移転先知ってるでしょう。移転先って？いよいよ怪しいな。一体どうしたって言うんだい？金井は昨日の被害を打ち明けなくては、自分の意図が素直に分かってもらえないのを知った。山岸さんは堂島さんがこの社を辞めた後もあの人と親しくするつもり？それを聞いた上でないと言えないのよ。嫌に念を押すね。ただ飲んで回ったというだけの間柄さ。社を辞めたら一緒に出かけることもできないじゃないか。もっとも銀座で会えば口ぐらいは聞くだろうがね。それじゃ話すけど、実は昨日私たちの帰りに、堂島が廊下に待ち受けていて、私の顔を殴ったのよ。私目がくらむほど殴られたんです。カナエはもう堂島さんと言わなかった。そして自分の右手で顔を殴る身振りをしながら目をつぶったが、開いた時は両目に涙を浮かべていた。へえ、あいつがかい。山岸もその周りの社員たちも椅子から立ち上がって金井を取り巻いた。金井はさらに殴られる理由が単に口を聞かなかったということだけだと説明したとき、普段おとなしい彼女を信じて社員たちはいきり出した。この社を辞めて他の会社の社員になりながら、行きがけのダチンに女を殴っていくなんて、我が社の威信を踏みつけにしたやり方だね。山岸君の前だけれど、このままじゃ済まされないな。これは社員一同の声であった。山岸は慌てて、冗談言うな。俺だって承知しないよ。あいつはよく銀座へ出るから、見つけたら俺が代わって殴り倒してやる。と拳をみんなの目の前で振ってみてた。しかし社員たちはそれを遮った。そんなことはまだるいや。堂島の家へ押しかけてやろうじゃないか。だから私あの人の移転先が知りたいのよ。課長さんが見ててくれた退社届に目下移転中としてあるからね、と金井は山岸に相談しかけた。そうか、日名川の方の社へ変わると同時にあの方面へ引っ越すとは言ってたんだがね。場所は何も知らないんだよ。だが大丈夫。10時過ぎになればどこの酒場でもカフェでもお客を追い出すだろう。その時分に銀座の、そうだ、西側の裏通りを 2,3 日探して歩けばきっとあいつは捕まえられるよ。山岸の保証するような口ぶりにカナエは、そう。では私、ちょいちょい銀座へ行ってみますわ。あんた、告げ口なんかしてはダメよ。おい、そんなに僕を侮辱しないでくれよ。君がその気なら、はばかりながら、
一匹の力を貸す決心でいるんだからね。山岸の提言に他の社員たちも、佐藤かなえを仇討ちに出る装備な女剣客のように囃し立てた。うん、俺たちも銀ブラするときは気をつけよう。佐藤さんしっかりやれ。師走の風が銀座通りを行き交う人々の足元から路面の薄ぼこりを吹き上げてきて、思わずあっと目や鼻を覆わせる夜であった。かなえは首に巻いたスカーフを街灯の中からつかみ出して、絶えず目鼻を塞いでほこりを防いだが、その隙に堂島とすれ違ってしまえばそれっきりだという恐れで、すぐにスカーフを外して前後左右を急いで観察する。今夜も明子に来てもらって、銀座を新橋の方から表通りを歩いて裏通りへと回っていった。10日も通うと少し飽き飽きしてくるのね。かなえがつくづく感じたことをため息と一緒に打ち明けたので、明子も自分からは差し控えていたことを話した。私この頃目が回るのよ。始終雑踏する人の顔をいちいち覗いて歩くでしょう。しまいには頭がぼーっとしてしまって、家へ帰って寝るとき天井が傾いて見えたりして、吐き気がするときもある。すみませんわね。いえ、そのうちに慣れると思ってる。かなえはまたしばらく黙ってすれ違う人を注意して歩いていたが、私殴られた当座ずいぶん口惜しかったけれど、今ではだんだん薄れてきて、毎夜のように無駄に体を疲らして銀座を歩くことなんか、なんだか馬鹿らしくなってきたの。ことに事変化でね。それで行く人をしてゆかしめよって気持ちで、すれ違う人を見ないようにするのよ。するとその人が堂島じゃなかったかという気がかりになって、振り返らないではいられないのよ。なんという因果なことでしょう。あら、あんたがそんなジレンマに陥ってはダメね。でも頬一つ叩いたぐらい大したことでもないかもしれないし、こんなことの復讐なんか女にふさわしくないような気がして。まあそれあんたの本心？いいえ、そうも考えたりいろいろよ。社ではまだかまだかと聞くしね。それじゃ私が一番おバカさんになるわけじゃないの。あきこは顔をくちゃくちゃにしてかなえに言いかけたが、堂島に似た青年が一人あきこの脇をすれ違ったので、慌ててその方に顔を振り向けると、青年は立ち止まって、なんていう顔をするんですかと冷笑したので、あきこはすっかり赤く照れて顔を伏せてしまった。青年はうるさくついてきた。かなえとあきこはもう堂島探しどころではなかった。二人はずんずん南へ歩いて銀座七丁目の横丁まで来た。その時駐車場の後ろ端の方にあった一台のタクシーが動き出した。その中の乗客の横顔が二人の目を引かないではいなかった。どうも堂島らしかった。二人は泳ぐように手を前へ出してその車の後を追ったが、バックグラスに透けて見えたのはわずかに乗客のソフトボールだけだった。それから二人は再び堂島探しに望みをつないで暮れの銀座の夜を縫って歩いた。事変化の緊縮した聖母はそれだけになるべく無駄を省いて、より効果的にしようとする人々の切羽詰まったような気分が街にこもって、銀ブラする人も裏町を飲んで歩く青年たちにもコツンとした感じが加わった。それらの人を分けて堂島を探すかなえとあきこは反発のようなものを心身に受けて余計に疲れを感じた。年の瀬の忙しい時、
夜ぐらいは家にいて手伝ってくれてもいいのに。かなえの母親も、あきこの母親も愚痴をこぼした。かなえもあきこも、まだあの事件を母親に打ち明けてないことを今さら気づいた。しかしその復讐のために、堂島を探して銀座に出る、などと話したら、直ちに足止めを食らうに決まっている。かなえもあきこも、口に出さなかった。その代わり、年内と言ってもあと4日、その間だけ我慢して家にいましょう。二人は致し方のないことだと諦めて、新年を迎える家の準備に勤しんだ。来るべき新年は、堂島を見つけてできるだけの仕返しをしてやる。そういう覚悟が別に加わって、近頃になく気持ちが張り続けていた。いよいよ正月になって、かなえはあきこの来訪を待っていた。3日の晩になってもあきこは来なかった。かなえは自分の事件だから、本当は自分の方から誘いに出向くべきであったと初めて気づいて、一人で苦笑した。今までかなえはあきこと一緒に銀座の人混みの中で堂島を捕まえるのは、和服では足手まといだというので、いつも出勤時の灰色の洋服の上に紺の外套をお揃いで着て出たものだったが、さすがに新年でもあり、まだ 2,3 回しか訪れたことのない明子の家へ行くのだから、かなえは入念にお化粧をして、女学校卒業以来2年間あまり手も通さなかった裾模様の着物を着て、金模様のある帯を胸高に締めた。着慣れない和服の清掃と、一旦途切れて気が緩んだ後の冒険の期待とに、妙に興奮して息苦しかった。ラッシャ時のコートを着ると、麻布の家を出た。外は、1月にしては珍しく、ほの暖かい晩だった。青山の明子の家に着くと、明子も急いで和服の清掃に着替えて、銀座行きのバスに乗った。私、正月早々からあんたを席立てるのはどうかと思って差し控えてたのよ。それに松の内は銀座は早じまいで酒飲みなんかあまり出かけないと思ったもんだから。あきこは言い訳をした。私もそうよ。正月早々からあんたをこんなことに引っ張り出すなんか。いけないと思ってたの。でもね、正月だし。たまにはそんな気持ちばかりでなく、銀座を散歩したいと思って、それで裾模様で来たわけさ。今日はゆったりとした気持ちで歩いて、末広かオリンピックで熱いビフテキでも食べない？かなえは家を出た時とは幾分心構えが変わっていた。まあまあ、それもいいね。末模様にビフテキは少し合わないけれど。ほほほほ。二人は華やかに笑った。銀座通りはすでに店を閉めているところもあった。人通りも割合に少なくて歩きよかった。それに夜店が出ていないので、向こう側の行く人まで見通せた。かなえたちはまず尾張町から歩き出したが、瞬く間に銀座7丁目の橋のところまで来てしまった。拍子抜けのした気持ちだった。どうしましょう。向こう側へ渡って、京橋の方へ行って、オリンピックへ入りましょうか。それとも、この西側の裏通りを、別に堂島なんか探すわけじゃないけど、さっさと歩いて、末広の方へ行きますか。かなえは、あきこと相談した。そうね、なんだか、癖がついて、西側の裏通りを歩いた方が、自然のような気がするんじゃない？あきこが言い終わらぬうちに、二人はもう西側に折れて進んでいた。そらあそこよ。暮れに堂島らしい男がタクシーに乗ったところは。あきこは思い出して指さした。二人は今までの澄ました顔をたちまちに厳しくした。それから縦の裏通りを尾張町の方に向かって引き返し始めたが、いつの間にか二人の目は油断なく左右に注がれ、足の
踏まえ方にも力が入っていた。資生堂の横丁と交差する辻角に来た時、五人の酔った一軍が肩を一列に組んで近くのカフェから出てきた。そしてぐるりと半回転するようにして、カナエたちの前を揺れて肩をこすり合いながら歩いていく。ちょいと、堂島じゃない？あの右から二番目。アキコがかすれた声でカナエの腕をつかんで注意したとき、カナエはすでに獲物に迫る意気込みでアキコをそのまま引きずって男たちの後を追いかけた。どうにかこの一列の肩がほぐれて堂島一人になればよいが、とカナエはあっせりに焦った。それに堂島が自分たちを見つけて知っているかどうかも知りたかった。そう思って堂島の後ろ姿を見ると、特に目立って死体をうつむけているのも怪しかった。二人は班長もじりじりして後をつけた。その時不意に堂島は後ろを振り返った。堂島さん、ちょっと話があります。待ってください。カナエはすかさず堂島の街灯の背を握りしめて後ろへ引いた。アキコもその上からさらに街灯を握って足を踏ん張った。堂島は慌てて顔を元に戻したが、女二人の渾身の力で食い止められて、それのまま逃れることはできなかった。五人の一列は堂島をそこにして V 字型に折れた。よ、こりゃ素敵、堂島くんは大変な女殺しだね。同僚らしい後の四人は肩組みもほどいてしまって、呆れて物珍しい顔つきでカナエたちを取り巻いた。いや、なんでもないよ。ちょっと失敬する。そう言って堂島はカナエたちに街灯の背をつかまれたまま、連れを離れて西の横丁へ曲がっていった。小さい印刷所らしい構えの横の人通りのないところまで来ると堂島は立ち止まった。離して逃げられでもしたらと用心してしっかりに握りしめてついてきたカナエは必死に手に力を込めるほど昔の恨みが突き上げてきて、今は凄まじい気持ちになっていた。なぜ私を殴ったんですか？ちょっと口を聞かなかったぐらいで殴る方がありますか？それも社を辞める時を寄って殴るなんて卑怯じゃありませんか？カナエは涙が流れて堂島の顔も見えないほどだった。張り詰めていた復讐心がすでに溶け始めて、あれ以来の自分の惨めな毎日が涙の中に浮かび上がった。本当よ、私たちそんな無法な目にあってそのまま泣き寝入りなんかできないわ。課長も訴えてやれって言ってた。山岸さんなんかも許さないって言ってた。さあどうするんです？堂島は不思議と神妙に立っているきりだった。アキコはカナエの肩をしきりに押して叩き返せとせき立てた。しかし女学校在学中でも友達とくじ争いはしたけれども、手を出すようなことの一度だってなかったカナエには、いよいよとなって勢いよく手を挙げて男の顔を殴るなどということはなかなかできない仕業だった。あんまりじゃありませんか。あんまりじゃありませんか。そういう鬱憤の言葉を繰り返し繰り返し言い募ることによって、カナエは劇場を弾ませていった。あなたが殴ったから私も殴り返してあげる。そうしなければ私気が済まないのよ。カナエはやっと男の頬を叩いた。その叩いたことで男の顔がどんなに歪んだか、鼻血が出はしなかったかと、早心配になり出す彼女だった。叩いた自分の手に男の油汗が淡くくっついたのを敏感に感じながら、カナエは一歩引き下がった。もっとうんと殴りなさいよ。持続ってものがあるわけよ。アキコが脇から
カナエをけしかけたけれど、カナエは二度と叩く勇気がなかった。おいおい、こんな隅っこへ連れ込んでるのか。さっきの四人連れが後から様子を覗きにやってきた。カナエは一人でさっさとすき家橋の方へ駆けるように離れていった。アキコが後ろから追いついて、もっとやっつければよかったのに、と自分の毎日共に苦労した分までも殴ってもらいたかった不満を混ぜて残念があった。でも私、お釣り銭は取らないつもりよ。後腐れが残るといけないから。あれでも私気がせいせいした。今こそあなたの協力に本当に感謝しますわ。改まった口調でカナエが頭を下げてみせたので、アキコもだんだん気がほぐれていって、おめでとうと言った。その言葉でカナエは、そうだった。ビーフテキを食べるんだったっけね。祝杯をあげましょうよ。今日は私のおごりよ。二人は末広に向かった。6日から社が始まった。アキコからイソコへ。イソコから男の社員たちに。カナエの復讐成就が言い伝えられると、社員たちはまだ正月の興奮の残りを沸き立たして、痛快痛快と叫びながら整理室の方へ押し寄せてきた。一足遅れて出勤した課長は、この光景に不機嫌な顔をして叱ったが、内情を聞くに及んで愉快そうに笑いながら、社員を押し分けて自分がカナエのテーブルに近寄り、よく貫徹したね、仇討ち本懐じゃ、と言われた。カナエは一同に盛んに称賛されたけれど、堂島を叩き返したあの瞬間だけの、強いて自分を弾ませた時のせいせいした気分は、もうとっくに消え失せてしまって、今ではかえってみんなからやいや言われるのが、かえって自分が女らしくないやつと、罵られるように嫌だった。車が引けて家に帰ると、ぼんやりして夜を過ごした。銀座へ出かける目当ても、気乗りもなかった。もちろん、アキコはもう誘いに来なかった。戸外は相変わらず不思議に暖かくて、雪の代わりに雨がしょぼしょぼと降り続いた。カナエは茶の間の隅に座って、前の壺庭のサザンカの木に雨が降り注ぐのを透かし見ながら、昔の仇討ちをした人々の後半生というものはどんなものだろうなどと考えたりした。そして自分のつまらぬ仕返しなんかと比べたりする自分をバカになったのじゃないかとさえ思うこともあった。1月10日、カナエ宛ての手紙が社へ来ていた。カナエが出勤すると給仕が持ってきた。手紙の表には、ある男よりと書いてあるだけで、カナエが不審に思って開いてみると、意外にも堂島からであった。この手紙は今までの事柄の返事のつもりで書きます。僕は自分で言うのもおかしいけれど、はっきりしていると思う。現在、あの宅食会社が煮え切らぬ存在で、今度の社が軍需に専念である点が僕の去就を決した。しかし、私に割り切れないものがあの社を去るにあたって一つあった。それは、あなたに対する私の気持ちでした。社を辞めるとなれば、ほとんどあなたには会えなくなる。その前に僕の気持ちを打ち明けて、どうか同情してもらいたいと焦った。しかし僕は、令状というものに対しては、どうしても感情的なことが言い出せない性質です。だからとうとうボーナスをもらって社を辞めようとした最後の日まで来てしまったのです。いよいよ言うことすらできないのか、思い切って打ち明けたところで断られたらどういうことになる。こちらはすごすごと思いを残して引き下がり、あなたは僕のことなど忘れてしまうだけだ。いっそ喧嘩でもしたらどうか。あるいは憎むことによって僕を長く忘れないかもしれない。僕もきっかり決裂した感じで気持ちをそらすことができよう。
そんな自分勝手な考えしか切羽詰まってくると浮かびませんでした。とつおいつ、僕はついに夢中になってあなたをあの日殴ったのでした。しかし、女をしかも一旦慕った霊人を乱暴にも殴ったということは、僕のヒューマニズムが許しませんでした。いつも苦い、悪汁となって、胸に染み渡るのでした。その不快さに一刻も早く手紙を出して詫びようと思ったが、それもやはり自分だけを救うエゴイズムになるのでやめてしまったのです。先日銀座であなたに殴り返された時、これであなたの気が晴れるだろうから、そこでやっと自分の言い訳やら詫びをしようともじもじしていたのですが、連れの者が邪魔して、それを果たしませんでした。よって手紙を持って今釈明する次第です。平にお許しください。堂島としてあった。かなえはそんなにも迫った男の感情ってあるものかしらん。今にも堂島の荒々しい熱情が自分の体に襲いかかってくるような気がした。かなえは時を2回分けて彼の手、自分の手で夢中になってお互いを叩き合った堂島とこのまま別れてしまうのは少し無残な思いがあった。一度会って打ち解けられたら、カナエは堂島の手紙をアキコたちに見せなかった。家に帰るとその晩一人銀座へ向かった。次の晩もその次の晩も10時過ぎまで銀座の表通りから裏通りへ2回も回って歩いた。しかし堂島はついに姿を見せないで、路上にはようやく1月の本性の寒風が吹き募ってきた。